皆さんこんにちは大地です、えー、今日はちょっとコーチの方から変わったというかあんまりこういう解説したことないかもしれないという、えー、質問をいただいたので、えー、それに対して回答したいと思いますまあ、どういうケースかというとまあ婚活に関するコーチングみたいなもの えー、題材にです、ね、でまあなんか理想の結婚相手みたいなものを、まあ、クライアントさんと描くことはできると思うんだけどなんかまあこれって相手ありきのことだからあのどうやってその相手と会えるのかあの自分もイメージが湧かないからそのなんか理想を思い描いたあとになんかどんなことをすればいいのかっていうことが、えー、ちょっとよくわからないんですけどみたいな質問だったんですよね。うん いかかがでしょうかコーチの皆さんあのどんなふうに考えたらいいんでしょう、えっと、私のまあ第一感というか直感での回答は「あそういうの別に気にしなくていいですよ」だったんですよね。でん、まあ、でかっていうとね例えば、まあ、コーチング まあこんなイメージをししてみましょうか例えば、えー、ちょっと大きめのところからねあなたどんな人生生きたいのとか人生で大切なのって何なのみたいなことをまあ描いてみてじゃあその中でそのパートナーとかねで、えー、っと自分にとって家庭ってどんな意味があるんだろうとかねじゃあどんな人がいいんだろうとかねであのっていうのをこう出しますよね。で,、えー、でどんな関係でいられたらいいとかねどんなコミュニケーション取れたらいいとかねで結婚生活どんなんなったらいいみたいなのがあって。 でねまあ、婚活すりゃい相手見つからいいいもんんじゃないもんねその先が大切なのでそっちがちゃんと作っておくし、まあ、人生における結婚の意味みたいなのが分かって人物像分かってでライフスタイルとかねどんな生活したらいいかが分かって。 でで,、えー、でなんかその中でこういう時間過ごしたいだのやっぱり子供はこうだとかねでなんかこんな生活がしたいだのっていうところから、まあ、相手がこんなタイプの人がいいとかこんな価値観の人がいいとか、ね、でこんなこと一緒にやれる人がいいとか、まあまあ、出てくるで、まあ、理想の条件高くなりすぎると、まあ、物件探しと一緒であのどんどん相手いなくなっちゃうしでこっち側に求められるものも高くなったり、ね、特殊なものになったりしちゃいがちだから、まあ、本当に絶対大切にしたいのはどこで、まあ、それほど重要でもないのはどこで。 決めてやっぱりちゃんとと条件出ししますとであとはどうして自分が選ばれるのかとかねあの相手はどうして自分と一緒にいたがるのかにも気がついてやっぱり自分もちゃんといいとこ伸ばすとかねあのなんか相手が望んでることっていうのも、まあ、あ,のある程度のレベルではできるような自分になってた方がまあうまくいきそうだよね。でそれがまあどういう状態かっていうことを未来ねイメージした上で,でそこから目標設定するわけじゃないですか。ね でじゃあいつぐらいまでにどんな人と会えてどんな関係になれてたらいいのっていうまあ目標を作った上でほんでそこからさだってねえー、っとどうしたらその人と会えるんだろうはねクライアントと一緒にあでもないこうでもない考えればいいんだもんね。であの参考になるのがモデリング的な。 やつで要はこんな質問してみる、ね、なんかそういう人に会える、えー、会うためにはねどんな手段があるんだろう世間一般ではみたいなところを一緒に考えてみるしあとうまく出会えてる人ってどんな風に出会えてるんだろうっていうことを考えてみるでそれでクラ,イアントが出てクライアントから答え出てこなかったらやっぱりちょっとそういうのを調べてみるとか探してみるとか、ね、どんなやり方なのか探してみるみたいなのが最初の宿題になったりとかさ。でなんかえー、で誰に 聞いたらねなんかアイディアくれるんだろうとかどうやっ,てやったら調べられるんだろうみたいなことを一緒に考えてで実際に調べるはやっぱりその後クライアントがやってみるとかさっていうの中っていいんだよねだからあのどうやったら出会えるんだろうなんていうことをコーチが思い描いてなくてうそしたらだってコーチは答えを教える仕事だったらねあの、えー どどううやっったらら出会えるんんだだろう知知ててなななきゃいいいいけけ別にくよねクライアントが考えることだしクライアントがなるべくあの視野を広げていろいろ考えられるようにあの応援するのがコーチの仕事だから基本はそれでいいんですよと。であのまあでもさ、えー、そういうふうにコーチに働きかけられたらこんなやり方もあるこんなやり方もあるあなんか前ね友達がこんな風に出会ったとか言ってたなとかっていうのがこういっぱい出てくる。でそこの中からじゃあ、えー 何を一応どの路線で行ってみるみたいなのを決めてその最初の一歩何みたいにしたら、まあ、簡単にコーチングはそもそもできますよね。で,でその時にまああと、えーまあ、もうちょっと補足のアイデアとしてはね相手がどんなタイプの人かっていうことが具体的になったらねなんか。 えー、その人ってじゃあ今どんな場所にいるんだろうとかどんな人間関係持ってるんだろうとかどんなことに興味関心あるんだろうどんな時間過ごしてるんだろうとかねっていうことを考えていくとどんな場所に出入りしてるとかどんな人とつながってるかなんか仮説が出てくるとどんな出会い方ができるみたいなのも分かるわけだしで例えばそういう人がなんかまあね例えば出会い系なら出会い系でもいいしなんかえっとまあ結婚相談所なら結婚相談所でもいいけどにねなんか。 えー、登録してるとしたらなんか。 そのプロフィールのどんなところにねこ,あのこの人が自分の宇宙の人だっていうのがこう分かるような、ね、ことが出てるんだろうってだからその人がのその人を見分けるためのねなんかポイントみたいなものを一緒に考えてみるとかもそうだしあと誰かに紹介をお願いしたいんだったらどんな人って言ったら自分がこの望んでる人と出会える可能性上がるんだろうみたいなことを考えてみるとやっぱりまあ、ね、どっか出会える場所にね何かどっかのサークル参加するんでもいいし、まあ、そのなんか出会い系だとかお見合いなんとか,だかとかそういうねあの専門的なサービス使うんでもいいけどなんかその 時のポイントみたいなものもそこから分かってくる。だから具体的な。なんかターゲットが分かったらね。そこに対してどう？アプローチしたらいいかの？仮説はまあいろいろ出てくるってことなんだよね。なんかこの辺を考えるのも。まあ、コーチが手伝える仕事じゃないかな。とかね。で、あとはまあね。その。 相手とどうしたらもっと仲良くなれるかとかは相手のポジションから自分のことを見てみてどんなコミュニケーションがいいかとかね何があったら何か関係良くなりそうかとかっていうことを考えてみたらいいわけだしまあそういうのはコーチは手伝いますと。で、えー、まあなので我々がどこでねバリューを出すかっていったらまあ本当に望んでるものが何なのかを目的明らかにしてねそれをこの明確にさっきは条件出しみたいな言い方だったけどしていくことと具体的にねどんな人なのかをイメージすることでそこに向かってねどんな、えー その人と出会うためには何ができそうなのかとかねその人と仲良くなるためには何ができそうなのかの仮説をいろいろ作って動きやすくするみたいなねことがまあ我々が提供できるまあ基本的なバリューじゃないかなとまあこういうことです。であとまあ自分がねすごく詳しければそのジャンルにねこんなやり方したらいいよとかこんなのがあるよって教えてあげたりとかねあのいろいろやれることはあるけどまあなくてもね今みたいなことはできますと。で えー、まあそんなお話をしたりとかしてました。まあそもそももう一個気をつけないといけないのはあのー。 結婚自体が本当の目的じゃないとかっていうこともあるから、ね、なんか今仕事が面白くなくなっちゃって、ね、なんか結婚に意識は言ってるけど本当はもっとこんな仕事がしたいんだってケースもあるしねなんか、えー、友達がなんか結婚、ね、してるだの親に何か言われただのがきっかけになってしなきゃいけないと思ってたけど別にそんなにしたくないとかっていうケースもあるし、まあ、よく話を聞いて、ね、なんか本当に何について考えたらいいかっていうことを、まあ、もう一回整理し直すのもコーチが作れるバリューで、まあ、その上で、えー、結婚したいとかだったらねなんか今みたいに考え 書いてみたらどうなのかしらとかっていうまあ回答をしたりしてました。皆さんもよかったら参考にしてみてください。それではまた。